壁は硬いなと思って。ルイちゃんの壁は硬い。全然帰りたい。誰かスイちゃん止めてください。スイちゃん君はね、来年も一緒に僕たちと走るんだよ。引退するんだ私は。じゃ逃げんの。スイちゃん本当に引退がしたい。やっほー、吉安スバルと同じグループ。いやーもうマジで自信がね。でもね、次のねマリカ大会はね勝たなきゃいけない理由があって。まさかの引退。その通り、連覇してこのプレッシャーから解き放たれたい。もうマリオカート大会殿堂入りして、次からコーチ枠になりたい。もう連覇すれば誰も文句ないでしょ。スイちゃん出ないと悲しい。スイちゃん出ないけど、コーチになるから、コーチにまた。ホロお正月カップ2024。予選は3グループで行います。A グループは12名、B グループ12名、はい、C グループ11名の総勢35人が、あ、すごいクラスぐらいいますね。競います。大人数。各グループ1位になった3名はその時点でも勝ち抜け、強敗出場が確定しますね。そして予選で1位になれなかった32名はもう1回グループ分けをして翌日の本戦へ出場してもらいます。本戦は3グループで行い、ここで各グループ1位になった3名、まあ、トップ3名もまた勝ち抜けで強敗へ行くことができます。そこでも1位になれなかったよっていう人、まだ諦めるのは早いです。勝ち抜いた人を除いた29名を予選プラス本戦、今日と明日の合計ポイントでランキング付けをして、6位以内に入った人も強敗へ出場することができます。はい、はい、予選で勝ち抜けた3名、そして本戦で勝ち抜けた3名、総合ランキングの上位6名の合計12人で強敗を行って真の勝者を決めていきたいと思いますよ。はい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 。予選のグループ分けは抽選開配信にて決まっております。その画像がこちら、お願いします。でれーん、はい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 、何やら右下に証明写真の子がいます。就活してるのか、就活の子いる。はい、いやこれね、結構 A ブロックが、うんうん、そうですね、地獄というか、前回優勝したスイちゃんもいますし、そうね、それこそ同率2位だったミオちゃんもいますし、かなり魔境になってくるんじゃないか。いや、そうなのよ。ロボコさん、ハーチャマ、あやめさん、ミオさん、ミコさん、スイちゃん、ノエルさん、ルイさん、ルイさん、ベイルズさん、ビジューさん、モココアビスガードさん、アオさんの12名が出場となっておりまして、 A ブロックはなんと、え、去年ね強敗に出場した方があやめちゃん、みおちゃん、みこち、すいちゃん、いるんですよね、るい、5人もいるんですよ。そうですね、うわ、すごい。 A ブロックめちゃめちゃ魔境じゃん。そう、スタンバイできたそうなので、ロビーを移してもらえますか。はい、お願いします。お、見えてますね。今年はなんかふざける人いるのかな。毎年なんかありますよね。それが楽しみなんだけどね。いいな。ロモコさんもなんかペラペラな帽子かぶってると思う。本当だ、めっちゃ薄い。ちょっと斜め向いた時すごいペラペラ感が、あ、来た、入ってるの。ビビパー許すな。ミコさん、ビビパーは今年はちょっとっていう感じで。でもなんかリコチが選んでなかった。マジでさ、強すぎるんだわみんな。いやもうさ、もうね、ミコはね、もうね、方針があるんです皆さん。もう申し訳ないけど、ビビパで行く。一緒に戦ってて思うんすよ、やっぱみんな強いなって。3位にすら入り込む余地ないんじゃないかって。じゃあどうすればいいのと、運です。合わせていくしかない、もう。俺はな、運を味方につけるぞ。ミコチが選んでなかった。なんか反省を生かしたいらしいですよ。反省活性だ。うわ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 
そういえば。あやみちゃんがめちゃめちゃ叩き出した。かいちゃんもコントローラーが違くないですか。何しようとしてあいつ何で走りそう浮いて。これは今日の占い。みおちゃん何これ。みおさんすごい。占い結果で普通にあ、そう選ぶこととか。みおさんだか後輩心見て楽しいんでしょ。あ、みおさん何しててくさ聞こえてますよ、みこさん急に映るからね。あ、映ってきた。怖っ。思い的な。青さんキラキラしすぎる。すごいキラキラしてる。鬱陶しいほどキラキラしてる。スイちゃんがなんかちょっとやめ、なんかやってますけど大丈夫。なんかもう無理、終わった、やめたいって言ってるの。いたしないで。もう無理、終わった、やめたい、引退したい、引退したい。A グループ強すぎ、マンジ。2グループやばいよね。またスイちゃんがご乱心だよ。全然全然緊張してないよ。次から運営に行きたい。うん、ラストにします。そうそう、この戦いをラストね。え、これこれ青だよね。青の顔絶妙におもろいんだけど、ちょっと待って。それだけでおもろい。ちょっと待ってって言ってるだけでおもろい。なんで震えんの？何か怖いことがある？何か恐ろしいことでもあるんですか？何もありませんよね。使っちゃおうかな。パピブ。あ、いつも通り、いつも通り走ればいいんじゃない？このバナナに気をつけて。あ、牛に当たるの気もつけて。気もつけて。スイちゃんが抜けてますね。ね、そうスイちゃん抜けてますね。ミニマップ見ても分かるほど抜けてますね。このままゴールするのかな。ああ、終わり終わり、もう終わろう、終わろうか、終わろうよ、もういいや、おしまいだよ。おい、ミコチ2位だ。いいぞ、よいしょ。マーズニーの、おやおや、スイちゃん話しすぎだろお前。スイちゃん、やっぱりスイちゃんは硬いですね。そうです、硬いですね。前回王者は強い。ドックンドックン言ってますから、テンション不思議な感じになってますね。なんかスイちゃんにライブする時って緊張すんのみたいなこと言ったら、そんなみたいなこと言ってたような記憶があるんだけど、意外にさ、マリオカートやってる時マリオカートの方が緊張すんのかな。なんか青コーラ来なくね。ルイが1位、すごい、はあ、まあまあまあ、でも1位からの2位だから大丈夫でしょ。問題なし。よし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 、オッケー、オッケー、よかった。まあ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 、5位はまあ、5位はまあまあ。スイちゃんめっちゃ話してんな。やだ、引退しないで。もう嫌、なんで私の嫌だじゃん。はい、終わり。へいへい、終わり。はいはい、終わり。こんなとこ一番終わりよ。私ここ落ちなかった日なんかないんだから。絶対来ると思った。レインボーロード来た、新しいロード来たぞ。や、絶対来ると思ったもん。初心者を振り落としてけ。おい、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 よし、じゃ目の前よ。よし、かわせるかしら。得意コースか、ここ。アウトさせていただきますよ。当たったらどうするんですの。アウトさせていただきますよ。あ、すいませんね、失礼しますよ。おい、最も嫌なやつになってけ、みやこ。いいぞいいぞ、あのビッグゴッドみおさんだけ。
あのビッグガットミオさんだけ落とさせてもらいますよ。ミオさん近寄らないで。なんだろう、来ないで。うつけ、落ちまち、落ちまち、落ちまち落ちといて。おじいちゃん、おい落ちるって、やめて、落ちるから。一旦一位ね、一旦一位ね、このまま独走しちゃいますよ。落ち着け、落ち着け、落ち着け。うらーやちゃーしゃー。あれ、あ、終わってないわ、終わってないっす。やばー、終わったと思った、終わった、終わった、終わってねえよ、まだ終わってないのよ。あらわわ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 。さあミコチ、このまま1位でゴールできるのか。そうね、青コーラが来たりしない限りはちょっと抜かすのがきつそうか。じゃん、青コーラ、うん、来なかったね、来なかった。後から見返して分かったんですよ、なんで青コーラが来なかったか、うん、ちょっと青がアイテムをあまりに取ってない。ドーン、こうしてバーン、ヒューホー、いざー、あー、イエーイ、ゴー。そう、もうガーターなのずっと。コーラ来んな、頼むかな、逃げ切りさせてください。よしよしよし、あーすいませんね、独占、あ、独走中、さくらみこ独走中、ブン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 、イエーイ、俺やぐー、やだー、イエーイ、やったやった。後ろ寄せつけない、とりあえずいいのもう5位で、私は5位の女、私は5位の女よ。なんだったり、よいしょ、邪魔、ロボコさんお願い、どいて、ミオちゃんもちょっとどいて、ミオちゃんどいて、いいよ、いいよ、3位がいい、3位がいい、3位しか勝たん、ふぅー、3位しか勝たん、はぁ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 、でもミコチと2ポイント差だよ。近づいてる、ミコチが、すごい、ミコチちゃんと、ちゃんと覚えてるんだ、コースを、あー、もう嫌ー、やば、あと2点よ、2点、スイちゃん抜いて、強い、かくて、はい、強い、かくて、え、これ何戦目、あ、次最後じゃね、なんと早いことで次が、あ、ラストか、次4コースなので、次がラストですということで、おい、次誰かスイちゃん止めてください、いくぞ、ベビーパミー増えるな、やめろ、おベビーパミー増やすな、マジで、なんで、もうやめて、やめて、やめて、危ねえ、わ、スイちゃんの得意コースじゃないこれ、デイジーサーキット、うわー、おー、スイちゃん選んでなかった、なんと、スイちゃん得意コース、スイちゃんが選んでるやつだから得意コースでしょこれ、これ自分で選んどいてさ、失敗したら死ぬやつだこれ、あ、もう、あ、いや、もうなんで選んだんだろうここ、いや、きっと自分の得意コース来ちゃったよね、スイちゃんはプレッシャーを感じて
うまい走りができない可能性があるから、それにかけよう。はぁ、嫌だな。そんな前に出ない方がいいんじゃないかな、ここ。と言いつつ、まあそのコインをさ、集めていけばいいと思うの。とりあえずコイン集めをね、やっていくわけ。私のコインを返して。ちゃんと前見て。ちゃんと前見て。いいよ。しっかりとコイン集めていこう。ゴッドミオン来た。まあ、いいですよ。なるほどね。おい、ルイネやったな。よろしく頼む。おい、ルイネやったな。猫のその恨み、でかいよ。やったな、おめえ。落とさせていただきますよ。おい、最も嫌なやつになってけ、猫。ちょっと、ミオちゃんの緑コーラに一旦気をつけながら、これね、ちょっとインコース行こう。サンダーが来なければ、ショート化ができて、サンダーが来なければショート化ができて、メガホンも持ってて、ちょっと一括に消して、あともう少し、スイちゃんがここで1位で抜けたらもうスイちゃんは強敗確定と。うわー、そうですね、はい、曲がってちゃんとターンを貯めて、ちょっと一括に消して、さあ、ということで明日本戦はスキップさせていただきまして、強敗の方でよろしくお願いいたします。今回は優勝を狙います。優勝して優勝して、マシンガントーク、すごい急に喋り出す。やにやったー、ブー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 。そうだよ、スイちゃんすごかったよ。ありがとうございます。なんかずっと上位に入り込んでて、やっぱりスイちゃんの壁は硬いなと思いました。スイちゃんの壁は硬い、スイちゃんの壁は硬い、スイちゃんの壁は硬い、スイちゃんの壁は硬い。やめてくれ、やめてくれ、そういう悪いこと言ったりとか、こういう意味だよ。悪いこと言った、そういう意味じゃないんだよ。もう今回は優勝するんで、絶対優勝するんで。大丈夫、聞いてないから、よかったよかった。スイちゃん、明日のね、はい、強敗に向けて意気込みを一言お願いします、はい、優勝して引退するぞ。あー、拾いづらいわ、帰れ。あいつ引退するしか言うてへん。今日が先に来てもらはい、それでは強敗の出場者こちら。あ、いや、そうそうたる面々な
なんですけども、スイちゃん、スバルさん、そしてこちらにいるおかゆさん、みこさん、こよりさん、るいさん、はじめさん、そしてとわさん、はい、そしてみよさん、いなさん、クロニーさん、みじゅさん、スイちゃんがもし今年も優勝したら2冠ということで、そうだね、そうですね、はい、スイちゃんは2冠取ったらちょっとね、もしかしたら卒業するかもしれないと噂が引退すると言ってますんで、ちょっとそれを防ぐのはお二人がやってるので、トワも防ぎたいし、ミコチも、ね、防ぎたいって言ってたんで、いや本当に防ぎたいメンバーがたくさんいるのでね、スイちゃん引退すんな、引退を阻止するというねことをしていこうと思います。すごい嫌だろうけどね。ロックオンピピピピピピピ、ロックオンピピピ、ボンボンボン。ミコチはスイちゃんをね、完全にターゲットにしてますね。ミコチのロックオン勝手に外れるからな。なんてひどいこと言うんだよ。なんてひどいことを言うんだ。ちなみにカツ丼食べました。いやでも、なんかビジュさんマイペースでいいですね。いい。どのレースでも、あんまり緊張しなさそう。こんなの用意できるの？すごい、何これ。ちょっとみんなの反応みたいな。あ、笑ってくれてる、笑ってくれてる、これ笑ってくれてる、よかった。めっちゃテーブルやってた、クソ。こいつビビってる、マジでビビってる。ビビんな、マジで。ビビんな、黙れ。黙れ、喋んな。なんかすごい体が重い、すごい血液がすごい循環してる、やばい、ドックンドックンしてますから。あ、大丈夫じゃない、言うて、まあ、問題なくないか。で、目の前に甲羅がいるんで、まあ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 、巻き込まれてますけど、落ちてる、おー、やばいやばい、おい、やめろー、ふざけんな、それはー。あー、落ちたよー。あ、でもスイちゃんいる、スイちゃんいる、いやー、あなたは視野が広い、ネクストがあんだけ見れるんだから、あなたは視野が広いはず。結構揉まれたけど、結構揉まれたけど、いや、これはね、ありです。やばい、いやー、これはきついか。こっから行きたいと思いますよ。ここでいいものが、ここでいいものが来るからね。オッケー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 、まあ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 、巻いた巻いた、6位、一旦6位ね、一旦、まあ、トリマナイス打開か。うわー、11位だー、最悪最悪、ここは練習不足だ。でも、おかゆすごい、やっぱ安定のおかゆなんだわな。ここ、キノコ使って、キノコ使って、超ショートカットする。はい、アイテム取って。はい、ブーって言わちて。ここ曲がって、赤コーナーお尻につけて。あ、いいよ。あれ、なんかいい感じ？ニーダー！ニーダー！ニーダー！あれ、これさ、私、どのタイミングで見せたらいいんだろう、これ。とは見てくれてなくない？これ。いや、これどのタイミングだったんだろう、これ。いやー、ね、スイちゃんの画面気になる気になる。待ってて、とはって言ってる。スイちゃん、君はね、来年も一緒に僕たちと走るんだよ。お顔じがスイちゃんを追い詰めちゃうからね。あ、じゃあ行きますね。あ、マリオカーツ、こういう簡単なコースがいっちゃむずいのよ。いやー、行きましょう。いや、みんな歴戦のね、強い者たちが揃ってますから、一旦インコース、もう一旦1位でね、突き放したいね、これ。もう青コーラとかとりあえずいいわ、これね、突き放したもんガチな気がするんで。
いいよ。サンダーとかの危険もあるけど結構突き放してるから。オーケー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 。とりあえずはルイが来てるけどクラクション持ってるから、これ一回離します。やった。お、これはこれはこういうこと、これこういうこと。運ゲーだよこんな。仕方ない、2位だ。でも2位、オッケー。引退するんだ私は。引退させてください。あー終わった、もう悲しむ。はい、もう悲しみの会場だよこんなの。もう無理だ、もう無理だ、もう無理だ。オーケー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 、危ねー。オーケー、まあまあいいでしょう。これミコチじゃない、チ。あーまあ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 まだいける、まだいける。はい、まだいける。いや、本当に引退がしたい。いける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 。いけるいける。2位、よっしゃよっしゃ、とりあえず2位、よし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 、お願いします神様。あと2回だよね。神よ、マリオカートの神よ、オージーザス。当たれ、当たった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 。そしてキノコも来たけど、いけ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 、お願いします。3位でもいいんじゃない。いや、どう、いけてる。あ、いけてる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 、大丈夫。最後か、どうなんだろう、頑張る。荒れるぞ。いや、ここ勝率ね悪いんだよね。折れない心ドラゴンロード、なんかことがいい。折れない心ドラゴンロード、あ、インフンデドア。行くぞ、最後頑張ろう。ブー、行くぞ、ゴーゴー。とりあえずコインもらいたかったけどコインくれなかったのね。いや、落ちるね。大丈夫、打開コースだから。スイちゃんも目の前にいる。毒をビビビ。ミカエちゃんが先頭ですね。おお、コインが足りてないけど、当たれ誰かに、はあ、まあナイスですけど、ナイスではあるけど、ここで1位出ちゃっていいのかわかんないです。私もうコインもない。うわ、やばい。うわ、待って、待って、そのボムそのボムそのボム、トアのボムやばいよそれ。待って、そのボム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 、いやボム、そのボムそのボムそのボム、いや待って、そのボム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 、いやー待って、やばい、頼む頼む、お願いします、やばいやばい、お願いしますお願いします。
ごい、1位が当日どうなっちゃうんだこりゃ。やばい、ちょっと阻止した、阻止した、星町彗星の引退を阻止した。いやあれ完全にミスった、あそこでちゃんとサイン取ってればよかった。いやこれどうなったのか分かんない、1位回数的に私1位じゃない、同点だったけど、多分順位で一番高い順位を獲得何回かしてた人がって感じ。はい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 。え？もうこれダメだよね。1位の回数的には、え？どっち？いやダメか。あーやばい、ダメか。え、トア様？スイちゃん引退しないじゃん。トア様、そしてる同率1位で一番ダメだから、トア様じゃないこれ。くそくそ、いや最後本当に悔しかった。お願いします、もうラストにします、ラストに、もう抜けるんです、私ラスト、ラストアピールしすぎだろ。スイちゃんどんな風になってんだろう、気になるな。くそー、時を巻き戻したい。引退阻止したね。めっちゃおもろい。同じ同率1位なのに2位のところがめっちゃスイちゃんだな。同率1位なのに2位のところが。ミコチの1位がこの結果につながった。ガチそれ。みこ、もしかして録音、引退だけを阻止することに加担できたの？もしかしてだけど。どうー続いてインコースやって。やったー、よかった、の1位がこの結果に繋がった。あの1位でかかったよ。引退を阻止するというねことをしていこうと思います。しっかり止めて、くさ。うわー、ゾイだ、うわー、え、番長すげー、はじめたんすごー。いや、個人的にはマジで初めがダークホースというか、はいはい、うん、マジで早かったんですよ。いや上手だね、めっちゃ上手、本当に早くて、いやもう本当にびっくりしましたね。いや引退させてください。1位は1位、確かに。ちょっと待て、ちょっと待て、1位は1位だな。まあ1位は1位だね。王冠かぶっと、お前王冠かぶっとるしな。今年のチョーハイの総合順位は、うわ、こちらとなります。うわー、誰なんだ、下から出ていってトップ3は、すげー、おめでとう、スイちゃん一緒に走ろうよ。スイちゃんはこれ同率1位だったけど、うん、スイちゃんはギリギリ引退しないってこと？ギリギリ、そう、ギリギリ引退を阻止した。ギリギリ引退しないってこと？いやする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 、いやする、だってお前1位って書いちゃったもん、1位って。ということで、はじめとスイちゃんに来てもらってます。おーい、おーい、ではね、今年ホロお正月カップ2024ベスト3に輝いたメンバーにインタビューしていきたいと思います。まずは3位のはじめちゃんからインタビューしていきたいと思います。はじめちゃん、3位おめでとうございます。リグロスの、まあ、残留思念もたくさんまとってたと思うんですね。同期の皆さんに背負ってましたから、はい、みんなに一言お願いします。おいリグロス、うちがナンバーワンだからな。続きましてね、惜しくも本当にね2位の表彰台に上っているスイちゃん、今のお気持ちをお願いします。とは
やばい、怖い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 、何です、お待たせ待ってたでしょ、私のこと1位ありがとうございます、あれ、あれ、ありがとうございます、ありがとうございます、あれれなんか雰囲気でこり押そうとしてますけど、これ引退しようとしてる、無理やり、来年からは一緒に主催やろう、えじゃああれだよ、主催やったとき一緒にあれだよ、走るんだよ、そうですよ、私の中でも出来上がってたの、夢が膨らんでたの、もう来年からはみんなのコーチをやって、うん、と同時にトアと一緒に主催をやって、すごい優しいんだ、優しいですけど、こうやって、そう、うん、スイちゃんはね、もしこっち側に来ることがあっても、うん、来年はね、選手でお願いします、待ってください、待ってください、待ってました、だってとはスイちゃんと走りたいよ、一緒に走ろうよ、まあまあまあ、惜しく、惜しくも2位、いや1位、いや1位って書いてあったからね、1位でしたけれども、来年どうなるかちょっと父さんと相談しながら決めようかなって、うん、スイちゃん思います、逃げんの、スイちゃん、あ、スイちゃん逃げんの、尻尾巻いて逃げたいありがとうございました、ありがとうございました、立派な2位です、いや強いよ、1位です、見逃さなかった、いやいや、はい、ということで、はい、今回運営の我々からプチサプライズということで、スノードームお二人専用のカラーのものを差し上げたいと思います、マジか、待って、2つを並べたら、2つを並べたらおっぱいみたいになっちゃう、やめろお前、すいません、この後の配信はどっちかなっていうと、こっちです、ということでね、悲しみのとつまち悲しみのとつをね、していこうと思います、よろしくお願いします、こうでね、あれんだお前何洗ってんだお前おい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 、どうしたんですかいやいやいや、受けすぎでしょ、いやいやいや、受けすぎでしょいや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 、スイちゃんさ、いやいやいや、スイちゃんさ、ミコさ、はい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 ねねねねねねスイちゃんをミコね、LINE してね、スイちゃん、そう、LINE したのミコ、スイちゃんが負けた時に、スイちゃん、うちの誘拐状来るってね、連絡したんだけどね。本当だ既読もしてないしね、こいつマジでショックで、打ち引きしがれてて、ちょっといじっていけないラインにいるのかな、と思って、しない。励ましに来たんだ。あ、うん。え、あれすごい、同率1位でさ、同率1位でさ、2位になるなんてすごすぎるやん。え、何笑ってるんですか？いやいやいや、受けすぎ、いやいやいや、受けすぎ、受けすぎ、いや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 、いやいやいや、受けすぎ、受けすぎ。いや、正直、マジでおもろいからね。なんでだよ！だってさ、なんかさ、その、1点差とかで負けるとかだったら、わー、スイちゃん、あー、それはちょっと悲しかったねってなるんだけど、同率1位で、しかもそこの、LINE で、はい、トマ様より下にいるっていうね、うん、これ、運じゃん、確実に。はい。それを当てるっていうのが、さすがスイちゃんだなって。当ててないんですよ。当てに行ってるわけじゃないんで。エンタメ美しすぎだろって、ちょっと結構、羨ましくなっちゃったわ。俺、配信者として持ってるよ、さすがに。はい、いいの？そんないじっちゃって。私、来年から、ミコチのことコーチングしよっかなーって思ってたのに。スイちゃん、ほんとだから、大会には出たくない。じゃあ、大会出なくていいじゃん。逃げなよ、逃げなよ、マリカから。逃げたい、逃げたい、逃げたい、逃げたい。なんで今回あんなに緊張してたの？いや、でもいつもだよ。あ、いつもか。いつもだよ。手が震えてるの見た？え、見た見た、クソ面白くて、ビビってんのって、待機画面にね、載せようと思った、うん、その瞬間に切り替えて、切り替わられて、れ青、あ、え、あ、見たの？見たよ。それ見た。私、黙れって返したけど、誰にも見てもらえなかった。うん、おもろ。おもろすぎる。この打ち上げ会場って走るんですか？走らないんですか？走りたいなと思ってるんですけど、え、でも、やだなぁ。嘘話やん、完全に。なんで？え、誰かもっとスイちゃんにヘイト持ってる人来てー
なんでだよ。いないいない。一人だっていないね。いっぱいいるね。全人類スイちゃんのこと好きだからね。無理だね。それは。自信もちもちじゃん。あ、来たよ。え、来た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 。スイちゃんにヘイト待ってる人。おいおいおい、来た来た来た。ニコメットが停滞すぎてな、全然入れねえんだわ。入れるタイミングねえんだわ。ないよな。今うちが入ってきたからルイも入ってきたろ今。そう。あれだ、今だ今だ今だと思って。いやどうでしたかルイネートニオちゃん。え。てかマジで強敗すごい混戦してたよね。みんな強かった。みんなやばかったよね。マジきつかった。きつすぎたよ。いやマリオサーキットのスイちゃんの2位からの差しがね、え、やばかったよね。マジで悔しかった。頑張りました。マジで、いや差しまくってたよ。あれはいいんです本当に。え、引退キャンセルってこと？引退キャンセルですよね。そうだよ、引退キャンセルだよ。え、私引退キャンセルでよかったって安心したもん。嬉しい。やっぱね、前走ってもらわないと追いかけがいがないよね。勝ち逃げなんてずるいよね、なんて。確かに勝ち逃げしたいよね。コーチングしてほしいな。みんなしてあげるよ。みんなしてくれるの？みんなにしてあげる。でも出なきゃダメだよ。いやいやいや、来年も選手の人を放置しちゃっていいんですかね。いいの、ミコたち育ちちゃっていいの、やばいよ。え、そろそろ刺激が欲しいってこと、お前ら上がってこい。刺激が欲しい。そういうこと、ね、だから逃げ切りたかったんだよね。なんかさ、青にマリオカートを教えたいっていう気持ちと、うん、いや、お前はそのまんまでいてくれっていう気持ちと、ダメだ教えちゃん。今日すごかったよ。リボンロードのところでさ、うんうん、スター使った後になんか変なとこ詰まっちゃって、うん、脱出できるんじゃないかと思ってキラー使ったんだけど、うん、キラーでも詰まっちゃって、もうずっとキラードド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 。待って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 、嘘だ嘘だ嘘だ。そう、しかも切れた瞬間にサンダー当たってた。嘘だ嘘だ嘘だ。いや、青くんのさ、一番最初にさ走り出すときにゴーっていうのがめっちゃ好きなの。ドーン。全力でとさ、アイテムを手に入れるときドーンっていうの。え、ここでドーン。そのドーンとか言う人いないから、ね、いつの間にしまったの本当に。いや本当に初配信思い出してほしい。ときめきちゃうね、まだ。うん、まだね、ギリね。ハートしてるんじゃないよ、ハート。キュンキュン。ついにもうすでにミコメットに目をつけられてる。え、いつからときめいたかなくなったの二人とも。ね、ドッキリの撮影した時からかな。ドスタスタスドス。私はマリオパーティーのコラボした時か、うん、あ、まあ、それはそう。お前ポンコツだよな。違います。その時に、うん、あの片鱗見せてて、そう見せてた、完全にちょっとマジカエル化してたんだけど、カエル化、カエル化しそう、カエル化しそう。うん、あの時完全に、あ、こいつは変なやつだ。いや、なんか一番でもおもろかったのは、ご飯食べに行った時にちょっと殻を割った感じがするよねって、そう、イケメンになりきれないみたいなキャラクターがなんかすごいいいよねみたいな、うん、って言ったら、うん、あの、そうなんですよ、そういうキャラで売っていこうかなみたいなさ、ことをさ言うのかなと思ったら、うんうん、いや、イケメンだと思ってるんですけどね。え、どういうこと？言ってたのが一番おもろくて。天然だよね、天然。うん、天然だね、確かに。うん、やマリカ大会、皆さん見ていただきましたか？楽しかったね、マリカ大会。昨日ね、1位をね取らせてもらったんですよね。あ、そういえばすいません、ちょっと私としたことが、飾るの忘れてましたね。昨日いただいた1、あれ、なんかでもこのスノードーム、なんか名前に2シルバーって書いてある。なんでだ、不思議だな、1位なのにな。ほな2個よ。
いや、1位なんですよね。紛れもなくね、1位だったんですよね。書いてあったからね。1位って書いてあったからね。寝ても覚めても2位だよ、スイちゃん。いや、1位ですね。見苦しいよ、スイちゃん。いや、でも、だって1位だったからね。まあ、ただ、引退は阻止されてしまったと。トアがね、正真正銘の本物の1位を取ったということで。もちろん、めちゃくちゃ悔しいですよ。ただ、トアって、めちゃくちゃ頑張ってたやん。主催もしつつ、マリカの練習もしつつ、で、この時期って、自分の中年のライブもあるから、そんな中で私、ぶっちゃけトアのことノーマークだったんだけど、だからめちゃくちゃ練習頑張ったんだなっていう、すごいなっていう気持ちと、あと、もう、ドラマティックよ。今年が、辰年で。で、最後に選ばれたコースがドラゴンロードで、で、そこで、竜を背負って、1位を取るトアさんって、これエモすぎでしょ。これちょっとドラマチックすぎでしょ。これには乾杯ですね。なんか悔しいっていう気持ちもあったけど、いや、いいか、みたいな。綺麗すぎるわって。私が1位取って引退するより綺麗だよって、なりました。来年も、頑張って、走ります。